令和新選組の政策は若者向けだったのだろうか。先日ですね、令和新選組に入れようかなと思ったんですけど、政策が若者向けで、自分自身には影響ないなと思ったのでやめましたっていう方がいらっしゃったんですね。で、おそらくその若者向けの政策っていうのが奨学金ですかって聞いたら、そういうのもあるけどっていう、明確なところはわからなかったんですけど、僕この奨学金免除っていうのは全世代に渡っていくもんじゃないかなって思ってて、なぜかというと、奨学金の返済をする予定だったその方の所得っていうかお金が、いわゆる消費に回っていくわけですよね。で、そしたら当然経済が活性化するっていう即効性のある面もあるし、で、例えばですけど、若者ですからその消費が例えばデート代にね使ったりして、そして男女が親密になって結婚で子供っていう風なところのね、一つの、後押しじゃないですけど、そういうふうなところにもなるし、で、別にだから言うて、その子供産め産めって言ってるわけじゃなくて、それだけじゃなくて、その他の消費でも、若い時にする経験っていうのは、非常に、大きいと思うんですよ。つまり、その奨学金に縛られて、経験できなかったことを若い人が経験してくれたら、将来の日本にとって絶対プラスになると思うんですよね。その社会にとって絶対プラスになると思うんです。で、僕自身まだね、年金もらう年とかじゃ全然ないんですけど、将来的に、年金をもらうような年になったとして、で、その時に、支えてくれるのは、今のこの付加方式が継続してるかどうかっていうのも置いといても、その時に働いてくれる人たち、そしてその人らが経験したこととかを資産にして、で日本をね盛り上げていってもらわなあかんところだと思うんですよ。で、その中にはやっぱり、どうしてもね、人の数っていうのは、子供をね、授からないとなかなか、キープすらできないっていう状況だと思うので、やはりそういったところにも、子供を持ちやすい社会っていうか、子供を育てやすい社会、そういうふうなね、ところにやっぱりどんどん舵切っていかなあかんと思うんですよね。で、それは単にそういったことをする人、要は、子供を産んでいただけるようなその若い方っていうか、まだこれから結婚とかをね考えたりとか恋愛とかしていく若い人たちが、子供をね持ちやすいっていう、その一つの障害としてね、奨学金があるならば、絶対取り除くべきだと思うんですよ。そうすれば、それが翻って、年老いた人たちにも跳ね返ってくる政策だと思うんですよね。で、さっきも言ったように、それは単純にその、子供とかっていうところで、人が増える、どうのこうの。もちろんそこもね、すごく大事なんですけど、それプラス、その多様な経験、その奨学金の返済から振り替わった
その人の経験っていうのは絶対こうこの国をね豊かにしていくものだと思うんですね。なのでこう誰かがその結構若者向けの政策だねって言ってたところなんですけど、ちょっとねスパンを変えればそういった全世代に渡っていく政策政党じゃないかなと感じるんですね。なのでまあこの間ねちょっとその話した方にはまあこの話してたんして、ああそうだなってちょっとまあ納得いただいた、まあほんまに納得してるかどうかはね僕わかんないですけど、そういうふうに思うので、単純に誰かが言ってたんですよね、その令和新選組はまあ、若者向けの政党だねみたいなことを、多分ひろゆきさんかな誰かがちょっと見たんですけど、けどそこを支えることが全世代を支えていくことになっていくと思うんですよね。安富さんのその、子供を守るっていうこともそうだし、そういう若い人を守れば守るほどその時に、年老いた人らも守られると思うんですね。それは単純なそのお金のね年金の付加方式っていうところだけじゃなくて、もう年金がもうその時なくなったとしても、やはりそういういわゆる現役世代若い人たちが生き生きとその持てる能力を存分に発揮してもらってないと、どんだけお金あっても2000万貯めてもそれはしょうがないんじゃないかなと思うんですね。それこそ本当にそういった能力を発揮してくれない社会だ、社会こそがそのハイパーインフレを起こすんじゃないかなと思ったりするんですね。なんで本当にね、この奨学金のこととか子供を守るっていうところはね、ぜひぜひ本当に国会今回、お二人ね入っていただけたので、でもちろんそういああいった障害のねお持ちの方だとか、そういう知見っていうのを送り込んでいただきたいとともに、その他のね、令和さんの他の8人が、言うてたことっていうのもね、どんどん、まあ多分こんなことね言わんでも木村さんも船子さんもされてしていただけるとは思ってるんですけど、本当にそこを吹き込むことによって、国会がね変わっていってほしいな。そして僕たちのね認識としても、奨学金チャラっていうのが単純に今学校行ってる子らたちだけの話じゃないっていう、当然ねその親御さん今ね大学とか行ってる方を育てている世代にとっても非常にインパクトのあることだと思うんでね、ぜひぜひ、今現在はね政権取れてないので、令和さんの公約とはできないかもしれないけど、ぜひとも本当にそっちにねシフトする、一つのきっかけとしてほしいなと思ってます。こちらはマスコミにはない切り口をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。またこの動画に対するコメントも待ってます。